おーしキララファンタジア、行くぞー昼飯何食ったお腹減ってると力出ないよな。おはよう今日も頑張ろうぜお前夜だと雰囲気変わるのな。ギャップ萌えってやつかよっしゃこ、これで私もモテるかも。いい感じじゃん 倉橋莉子、足の速さには自信があるけど、髪のアレンジとかも好きだぞ。もっと女らしくしようマキの暴走に驚くこともあるけど、大事な親友だよ。どうした悩みがあるなら私が聞くぞマキは美人だし。勉強も料理もできるが、絵だけは壊滅的だよな。 サマーリボンは父親の愛が伝わるいい商品だよ。うん。私は、やる気出せばすごいんだサマーリボン、サマーリボンは、ち、マキは美人、マキは、マキは黙ってれば綺麗なのにな。派手な髪飾りでも怒られないエトワリア最高だな私は、やる気、王子系は嫌いだから、 マキのマキオはマジで勘弁して欲しい。男子の欲しいもの。よ、余裕で知ってるよ恋愛の達人だからな <laughs> 男子の鈴のハリセンいい出来だよな。振り心地が違う。マキの恋愛研究。テーマは悪くないのにアレンジがひどすぎる。 巻きの礼、巻きの恋愛、巻きの礼。文系はまだマシだけど、理数。特に数学がやばい。あたしに任せなみんな行くぞあたしにま、あたしに任せなあたしに、おし、構えろくらえうりゃ好きだらけだぞ急所ががら空きだぞ 急所ががラ…いい加減にしろーいいか、そこだ集中頑張れ危ないから下がってな覚悟しな何すんだ痛えうー気持ち悪い失恋に比べれば、このぐらい。あっちゃあ、油断した。 やっぱり勝つと嬉しいなんそれって恋愛テクニックん髪飾りが気になんの